こんにちは。第14回、人とごと韓国語パート2です。今回は、誤り、祝い、授業や食事概念の挨拶を学びます。また、誕生日の歌、韓国の誕生日の歌も出てくるので、皆さん、大きい声で一緒に歌ってください。그럼、시작할까요はじめに、 看護由来の誤りの表現から入ります。日本語の申し訳ありません、すみませんのような表現が当てはまります。まず読んでみましょう。こちらも美容化が起きるので、はではなく、はっみだのように発音しましょう。 こちらも、二だで終わっているので、かしこまった丁寧な言い方になります。チェソンっていうものを、漢字を探すと、在所のような日本語読みになります。次、ハんニだがしますになります。韓国読みのチェソンっていうものは、恐れ多いこと、恐縮の意味を持っています。 直訳しますと、恐れ多いです。恐縮です。のような意味になります。このように、直訳としても使うこともできますし、訳して、申し訳ありません。すみません。のような誤りとして使われています。この、ちぇそがみだ。という表現は죄、죄송해요죄송해요 のように世で終わった打ち解けた丁寧体にも変えて使うことができます。この2つの表現の前にとっても。本当にのような副詞をつけて練習してみましょう。ましょう。つまり誠意です。 너무 죄송합니다. 너무너무 죄송합니다. 진짜 죄송합니다. 정말 죄송해요. 정말 죄송해요. 너무 죄송해요. 너무너무 죄송해요. 진짜 죄송해요. 진짜 진짜 죄송해요. のように使えます。もう一つ、漢語由来の誤りの表現を勉強しましょう。日本語のすみません、ごめんなさいのような表現に当てはまります。読んでみましょう。みやん、はみだ。みやなみだ。みやなみだ。はって音がほとんど聞こえないですね。 h が弱くなって、あんのパッチンが連音して聞こえるからです。後ろのビヨンカは先ほどのチェソンハミダと同じです。こちらの方もニダで終わっているので、かしこまった言い方になります。ミアンはこのような漢字が当てはまります。ハンミダはします。 ここで、みやんという意味は、人に対して心が安らかではない、すまないの意味を持っています。直訳しますと、すまないです、恐縮ですの意味になりまして、すみません、ごめんなさい、申し訳ないですのような意味として使われています。この、みやなみだ、 見涙というのは、見慣れよ、見慣れよのような打ち解けた丁寧体に変えて使うこともできます。では、この2つの表現も同じく、本当にとってものような副詞をつけて練習してみましょう。こちらの方も皆さん気持ちを込めて、 一緒に発音してみましょう。 정말 미안합니다。 정말 미안합니다。 너무 미안합니다。 너무 너무 미안합니다。 진짜 미안합니다。 진짜 미안합니다。 정말 미안해요。 정말 미안해요. 너무 미안해요. 너무 미안해요. 진짜 미안해요. 진짜 진짜 미안해요. 노이온이 사용되고 있습니다. これまでの誤りの言葉のまとめをしてみます.最初に出た賢こまったテネタイは 죄송합니다. 죄송합니다. 見慣らみだ、見慣らみだがありました。次、打ち解けた丁寧体としては、죄송합니다の、죄송해요、죄송해요と、見慣らみだの、見慣れよ、見慣れよのような表現ができました。続けまして、ため口のことですが、죄송해요に対しては、 ため口が使われていません。一方、ミヤネヨの場合は、ヨをとって、ミヤネ、友達に、ミヤネのように使われています。また、するの意味をする、へもとってしまって、ミヤンミヤネミヤンミヤミヤ,ヤンのように、ミヤンだけも使うことができます。 次に、お祝いの言葉について勉強しましょう。日本語の、おめでとうございますが対応します。まず、読んでみましょう。ちゅは、はみだ。ちゅかみだ。そうです。激音化が起きてます。そのため、ちゅはではなく、ちゅか、ちゅかみだ。 このような波長になります。この激音化は、チのパッチン、クの後ろに、ハの芯ン、が一緒に混ざってしまって、より強い音、クになることを指します。チュになりますね。こちらも2打で終わる、かしこまった定型になります。 祝賀っていうのは、祝賀っていう漢字を用いてます。日本語では、祝賀も使いますが、祝いっていうようなことが一般的な表現ですね。基本形、また、はみだは、肌から来てます。直訳しますと、祝賀します、お祝いしますのことになります。この、祝賀みだも、 使かえよ、使かえよのような打ち解けた言い方ができます。では、場面別に練習してみましょう。まず、誕生日っていう言葉は、韓国語で、単をとって、常備だけを使います。せん次、入学は、 一泊、一泊のように激音で発音してください。次に、卒業は、チョロ、チョロのように連音が起きます。最後に、結婚は、キョロン、キョロンのように H が弱くなって連音になります。最初から、誕生日おめでとう。 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하해요. 생일 축하해요. 유학을 祝이와인의와 입학 축하합니다. 입학 축하해요. 마다 소중 경험에 대 노바이와 졸업 축하합니다. 졸업 축하해요. 마지막 결혼을 이와때 キョロンチュカアミダキョロのように使われていますここでは皆さんに韓国語で誕生日の歌を身につけていただきたいと思います日本では Happy birthday to you のように英語で歌うのが一般的ですねしかし韓国では韓国語で歌うのが より一般的です。ではまず歌詞を見てみましょう。생일축하합니다。생일축하합니다。사랑하는당신의생일축하합니다のようになっています。3番目の歌詞を見ていただきますと、사랑하는愛する당신의あなたのになっていますが、 もし、祝う相手が友達であれば、その友達の名前がユミですと、さらがぬミへ。また、お母さんであれば、さらがぬおんまへ。などと、歌詞を書いて歌うのが一般的です。では、ここで実際、誕生日の歌を韓国語で歌ってみましょう。 歌は自信がないんですが、ここで勇気を絞って、皆さんと一緒に歌ってみたいと思いますので、ぜひ、必ず、皆さん、付き合って、一緒に歌ってください。では、始めます。 ヌンチングへ、生い軸かはみだ。長寿に歌いましたかここでは授業関連の表現について一緒に勉強します。まず読んでみましょう。 てっこ、たらはせよ。直訳しますと、てっこは聞いて、たらはせよ。従ってくださいの意味になりまして、聞いて、真似してください。英語の repeat after me のように、 シャドウイングをしていただきたいときに使います。また、잘ゃ어へっせよ。じゃれ、へっせよ。礼文して、じゃれっせよ。ゃっよ。直訳は、うまくやりました。うまくしました。よくできました。英語のグッチャー。 Well done のように授業の中で褒められるときによく耳にする言葉です。この2つのてこ따라せよ。ちゃれっさよはこれからも皆さんとの会話の中で私がよく落ちるものになると思いますので皆さん聞き慣れていただきたいと思います。てこ따라せよ。ちゃれっさよ。 引き続き授業関連の表現について勉強したいと思います。まず読んでみましょう。あるげっすみか,あるげっすみかここであるっていうのは知るわかるっていうものの語感になります。けっていうのは推測、意思表現になります。直訳しますと、 わかった気がしますかの意味になります。何か不自然な感じがするかと思いますが、韓国語の場合は、日本語のわかりましたかのような過去形を用いないで、けっていう推測を持ってきます。それで、控えめな、丁寧な意味が現れます。まだ過去形や推測に関しては、 勉強していないので、表現として、あるげすみかって覚えてください。これから皆さんに、わかりましたかの代わりに、韓国語であるげすみかを皆さんに問いかけていきたいと思います。わかった場合は、ねえ、あるげすみだ。または、いえ、あるげすみだ。のようにお答えください。 わからなかった場合は、兄を잘모르겠습니다。兄を잘모르겠습니다。のように答えていきます。ここで参考にしていただきたいのは、あいだ、知る、わかるは、日本語の場合は、知らない、わからないように否定形を使います。しかし、韓国語の場合は、あいだ、 に対して、反対語が存在します。そして、モルダっていう表現が出てきます。次、授業関連の表現。お疲れ様でしたについて身につけてみましょう。まず読んでください。すごはしょすみだ。すごはしょすみだ。 すごはしゃすみだと言います。このすごっていうのは受講っていう漢字を持ってきます。また、はしゃすみだはなさいましたの意味になります。このすごは日本語の苦労または老くなどの意味に対応します。直訳しますと、 どちらかというと、お疲れ様でしたよりも、苦労なさいました。ご苦労様でしたの意味により近いと思います。しかし、韓国語では、お疲れ様、ご苦労様の区別は特にありませんので、どの場面でも、すごあしゃすみだというのが使われています。 次に、ここでは、教室の授業の最後に行われる挨拶の様子を覗いてみたいと思います。まず、先生が、すがしゃすみだ。すがしゃすみだ。お疲れ様でした。と言いながら、授業が終わったことを意味します。すると、学生は、すがしゃすみだ。感謝합니다。 のように、お疲れ様でした。ありがとうございます。のような返事をします。次に、先生は教室を去りながら、다음中へとまんなよ。来週、また会いましょう。の挨拶をして、教室を出ていきます。そのように、出ていく先生に向かって、教室に居残ってる学生は、ね 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 노요나 사요나라를 이마스. 이제는 마지막으로 식사 관련 표현에 대해 서 익혀보겠습니다. 먼저 다벨 마에니 나리마스. 연습해 보죠. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. ここで、けっていうのは未来意識の意味になります。英語の will に該当します。先ほど習ったよくわかりましたかのようなあ m すみかのけはどちらかというと、控えめを表す推測のけですが、こちらでは意思を表すけになります。直訳しますと、 じゃるっていうのはよく。ここでは予訳しますと、おいしくになります。食べようとしてます。食べるつもりです。になるので、いただきます。といった表現になります。じゃひ今日から使ってみましょう。では次に、 食べながらの表現を一つ身につけてみましょう。ましっさよ、またはまですよ。どちらも正しい発音になります。なぜかと言いますと、まっていうのは味。いそよがありますであります。本来韓国語の正しい読み方は、まのように一つの意味を持ったものは、 助詞を除いて、単独の発音が連音されることになります。そのために、まっていうのは連音されて、まですよ、まですよと言うべきであります。しかしながら、味があるっていう言葉が、美味しいですっていう一つの意味を持つようになりました。そのため、母語話者はまるで一つの単語のように、 また、発音しやすさも手伝って、ましっそソよ、ましっそソよのように言うようになったのです。そのため、両方の発音が認められるようになっています。ましっそソよ、まディッよ。では、食事関連の最後の表現。食べ終わった時の挨拶について勉強します。 読んでみましょう。잘먹었습니다。니다ここで四角くなっているところ、口が丸くならないように気をつけて発音してください。잘먹었습니다。ここの、おっていうのが、食べ終わった時に使われる、お。過去、完了を表すものであります。 詳しくは過去形の時にまた説明いたします。今回は表現として覚えていただきたいと思います。食訳しますと、よく食べました。美味しくいただきました。のようになります。日本語では、ごちそうさまでした。っていうのが食べ終わった時の定型の文章になりますね。韓国の場合は、美味しくいただきました。 잘먹었습니다。が食後の挨拶になります。では<した>、今回の内容はこれで終わります。次回は指示代名詞。これ、それ、あれ。または家族紹介について勉強します。すがしゃすみだー。ただめ。 또 만나요!